バンタム級5分2ラウンド遠藤大輔対石塚浩一の試合です。画面左側、黒いトランクス黒の髪遠藤大輔、そして茶髪黒いトランクス石塚浩一です。さあこの楽しみな一戦ですが、熊久保さんどうでしょう。はい、いや本当楽しみですね。はい、石塚選手ですね、今本当バンタム級のホープとしてですね、非常に注目を集めている選手なんですけども、はい、この遠藤選手はですね、弾撃、特に弾撃ですね、はいはい、の実力者ですから、はい、その選手に対して石塚選手が、どう戦うのかっていうのは注目ですね。本当にバンタム、おっと、逃げた。ダウンがあったらダウンですね、取られますね。これはダウンですね。はい、さあ上になっている遠藤が上になっています。本当にね、石塚選手はバンタム級の先ほど熊田さんがホープですからね。はい、そこに遠藤選手さあバックを取った。あ、はい、上を取りますね、遠藤選手。上を取っています。はい、1回上を取ってキープして、さあ遠藤上になっている。そうです、ね、どうですか、さえちゃん。いや、このカード組んだ時に、もちろん遠藤選手、いい選手なんですけど、はい、前回のパンクラスの対抗戦で、なかなかちょっと微妙な判定で自分の実力が発揮できなかったと、はい、いう中では、流れ的に石塚選手の目線の試合だと思うんですよ。はい、その中で遠藤選手はどう戦うかと、はい、いう中では、今見た感じ全然いいですよね。そうですね。ここで多分まだ効いてると思うんですね、先ほどの、はい、はい、ここ石塚選手と対話ですね。さあ遠藤の打撃打ち分けていきます。遠藤、石塚も返していきますが、これ石塚選手は首相撲前にですね、はい、一回首相撲に持ち込んでもいいと思うんですけどね。一度離れますね。さあ残りが10秒、打ち合い、とことん打ち合ってますね。はい、あ、いいですよ。遠藤選手、パンチだけじゃなくて、前蹴りとローを出しましたよね。さあ第2ラウンドです。これ1ラウンドは取られたっていう気持ちが石塚選手にあるでしょうからね。巻き返したですね。やはりここの第2ラウンドはやはり石塚選手が、はい、そうですね、それともやっぱり本格的な打撃ですよね。そうですね、はい、先ほどのテイクダウンっていうところがもう全然見えてこないという感じですから、そうですね、ずっと打撃でいくという感じでしょうか。はい、ただ逆にどちらが先にテイクダウンに行くかもちょっと注目ですよね。あ、そうですね、はい、お互いが今打ち気になっているので。そうですね、今ずっと今打撃、はい、打撃という感じになっております。あ、今のいいですね。石塚選手、今のブロッキング、アームブロックをですね、はい、両手でやりながら、バックステップさんですね、あれすごくいいと思いますね。はい、ただ石塚選手のやっぱりすごくいいプレッシャーかかってますし、はい、あとボディの下げるですね、あの効いてると思うので、ここで気に入ります。さあ残りが1分、残り時間1分でテイクダウン来ましたね。ここですね、ここから一気に来た、はい、上になる石塚、これですか。これは、はい、すごくいい作戦だと思いますね。ここでようやく石塚の時間という感じでしょうか。はい、ここはもう削りたいですね。ここで上になって削っていく、はい、さあここで遠藤はどのように対処したらいいでしょうか。遠藤選手はやっぱマウントなんと返したいですね。はい、はい、さあ30秒、ブリッジとかして石塚選手の打撃を打たせたくないですよね。はい、ブリッジだとシザースですね。はい、はい、それは肘も狙ってくると思うんで。そうですね、はい、さあ石塚ここはまとめておきたいところ。ああ、肘も入っている。いい、ね、さあ1分間ここで石塚が一気に攻めていく。結構これはまとまってますね。これはそうですね。さあ残り10秒、石塚が、これも抱きついてもいいと思いますね。はい、このラウンド、うん、2ラウンド目、最後1分間は石塚の時間となりました。さあ最終ラウンドです。結構難しいですよね。ここでテイクダウン取るとポイント取りやすいんですよね。さあ膝、得意の膝、おっと、バランス崩しましたね。バランス崩した、はい、さあここでこれは大きいな、はい、これはちょっと痛いですね。石塚が、さあここは石塚上になっていく。ここはしっかり制したいが、ここで立ち上がります。すごい、ちょっと今の失点を取り返したいですね、遠藤選手。はい、もうあと1分ですが、もうこっからも遠藤選手は気持ちで戦うという感じなんでしょうかね。これはいや、もう気持ちと気持ちの戦いですよね。ぶつかり合いですね。
ちょっとやっぱり石塚選手の方が技のバリエーションが多いかなと思いますよね。そうですね、はい、そうなったらやっぱ見た目的にもいいですしね、はい、はい、肘ですね、肘ですね、厳しい攻めが続きます。残り時間30秒、ピンジャッパーの膝混ぜてますね。多彩な攻撃、残り時間は30秒切っています。左目もだいぶ生えましたね。そうですね、はい、これは要所要所でやはり肘、うん、はい、ですかね。そうですね、肘ですね。さあ膝が入っているボディに膝、ちょっとバッティングもありますけどね今。そうですね、残り10秒、さあ最後の打ち合いか、膝が入る。最後は石塚押し込んでいったところでゴング、うん、判定に入ります。いや、力の入る視点でしたね。15分間打ち合いっぱなしという感じの、本当そうですね、止まらなかったですね、両者とも、はい、これはものすごい試合でした。ジャッジ小池、青石塚、まずは石塚、ジャッジ島田、青石塚、ジャッジ福田、青石塚、以上3対0をもちまして勝者青コーナー石塚小池、3対0石塚の勝利です。まあ、1ラウンドでですね、右フックもらってダウンして、あそこからよく盛り返しましたよね。はい、はい。